シーズンのこの決勝カード、プレーオフの決勝カードでもありますけれども、はい、アルファーズ強いイメージはあるんですけれども、結構品川みたいなチームがなんかこうこの動き回られるのがちょっと苦手なのかなみたいな印象がありますが、そうですね、運動まさかこのカードを第1ラウンドのセミファイナルで見るとはね、はい、なんかもったいないような気もいたしますけれどもいやブラも簡単には点が取れないですね、やはり、はい、さあ田中、はい、自らボール下まで持っていく、うまいチェンジオブペースで、わそしてスティーブデビン・ギリガン、デビン選手も体も強い、出羽選手ですらも、はい、守りきれないと、194センチ100キロ、はい、さあそして伊藤直人です。さあスピードでいくか、ここはパスしてプーラー選手が決めていく。落合ですね、やっぱり無理せずファールはしないですよね、うん、こういったところのコントロールがうまいんですよね。さあそして落合智也の2ポイント、これは落ちます。デビン・ギリガンがボールを持っている。ここは伊藤選手がちょっとファウルを使って止めていったような形になりました、はいね、品川1つ目のファウルです。もうあそこはどうやっても守れないですからね、はい、さあアルファーズボール、さあすぐに2ポイント打っていきました。落合智也の2が決まります。タッチいいですね、積極的に打ってきますね、はい、今日ね、うん、4対1これはしっかりと沈めていきます。さあここはボールがないところでファールがありました。大体荒れるんですよね、うん、品川2つ目のファールです。さあそして面白いマッチアップ、伊藤直人選手がデビン・ギリガン選手についていました。さあ外落ち合い、おっとこれはこぼれました。しかしデビン・ギリガンことごとく拾いますね、はい、もう全部俺がっていう気合で取りに行っている。ゴラン選手が193、伊藤直人選手167ですからね、26センチ差、はい、かなり高めのパス、そして田中春明、ここは2ポイント決めていきました。4点差です。さあここは DOG、はい、ディレイオブザゲーム、このゲームの進行を遅らせたということで警告が与えられます。危ない。さあここはファールでした。3つ目のファール。品川はなるべくちょっと 戦略的にファールを使っていかなくちゃいけないシーンが増えてくるので、はい、あんまりこういうファールはしたくないんですよ。さあ試合がスタートしてまだ2分ちょっとなんですけれども、もう3つファールが重なってしまっています。ああ出血が見られますね。落合選手が出血ですかね、はい、さあ出血をしている場合はコートに入ることができません。先ほどのファールで当たったシーンですかね、はい、こけた時にコートで傷がついたでしょうか。あこの地面がね、スポーツコートってだいぶ改善されてるんですけど、それでもあの転んでしまうとかなりの確率で出血してしまうんです。そうですよね、はい、うわこれはファール、ここでファール、うん、4つ目になってしまいました品川。痛いですね、はい、品川も、まあ、いろんなところで手を出していくチームなので、はい、かなりそのこういうアルファーズみたいなボールコントロール、ボールをしっかりとホールドしてきたりとかするようなハンドリングのいいチームだと、やっぱこういうファールが起こってしまったりするんですよね。フリースロー1本、ナンバー3デビン・ギリガン選手。さあ危なげなく1本沈めて5点差に離していきます。さあ伊藤直人、これはブロック
叫んでましたね。今伊藤選手もブロック見て変えたんですけどね、手を、うん、でもその逆手の方でブロックされちまいましたね。うまい、これは残り 0.1 秒というところナイス、うん、さあ外に出して、いやデビン選手一人で守れないので、はい、ダブルチーム行くとやっぱりゴラン選手が空けてしまうので、うん、あそこ守るというのは難しいですね。いやこれをファールせずに守れるのがさすが。まだブラス選手も負けてない。ブラ選手、いやよく粘りました。二人に対して一人でリバウンドを取り続けて、はい、最後しっかり押し込んでいきました。しかしこの2は、うわー、そしてファール。ファールです。5個目ですね。痛いぞ。まだスタートして3分半弱というところでファールが5つになってしまいました。はい、このペースはファールトラブルですね。なんとかコントロールしないと、ちょっともう追いつく力を失ってしまう。さあそして田中の2、これは落ちて品川ボール。さあ伊藤が打っていくか、ここはパスを選ぶ。いやグッドチェックですね。ディフェンス剥がれませんね。はい、アルファーズ足が動いてる。ここは行くでしょう。おっとしかし伊藤直人がボールに触っていましたね。さあ残り 2.7 秒、はいはい、あの体でブロックして、うん、でうまくスピンムーブするのが落合選手の得意技なんですけど、やっぱ体でブロックしようとしたその下をくぐられているので、ああやって手絡まれちゃうんですね。デビン・ギリガン選手が終えてます。6個目、もうお客さんの方行きましたけど、お客さんもちょっと手出したら折れちゃうんじゃないかみたいなちょっと躊躇があってなかなか手が出ませんでした。それぐらいちょっとね迫力ありましたね今の、この2人に阻まれながらな、はい、3人がかり。あーここね、これ体が当たってますね、ナルス選手ね、うん、ドーパミンが、いやしかし冷静、試合選手のこのディフェンスのプレッシャーですよ。いやーそこか、落合選手が2、これは、うん、あー落ちました、惜しくも外れる。あーそしてここカットになった中、デビン選手、いやー強い、うーん、いやーハードなディフェンス、これはファールを取られてしまいましたけれど、まだ一つ目のファール。そうなんですよ、デビン選手相当プレータイム長かったですね今ね。はい、先ほど落合選手出血があったからローテーション変わったんでしょうね。さあ伊藤から外、おー打たない、おーとこれはもうアルファーズボールです。いやちょっと品川も苦しくなってきましたね。はい、7点差、そしてファールは品川が6つとなっています。スタミナ無尽蔵の品がこれだけ削られるんですから、まあ、相当な強度なんですよね、うん、本当に品川体力はすごいですからね。ここでアルファーズのファウルが2つになりました。さあ品川ボールからここはファールです。3つ目、伊藤選手がちょっと2ポイントシュートを打たせてもらえてないような。そうですね、うん、はい、ディフェンスの単純に伊藤選手をマークしているというディフェンスのプレッシャーが強くて結果的に伊藤選手も打ててないというような形ですね。なるほど、あしかしながら言ってたらこうですよ。これがあると品川もまだ可能性出てきますからね。そうですね、いやただね100キロのスピードとは思えない速さでギリガン選手が
突進していきますゴールに。わあナイスルーズ。さあそして伊藤直人選手やっぱり打っていく。これはちょっと短い。いやすごいスクリーンアウトだ、はい、デイビス選手がお客さんを煽っていきます。オフィシャルタイムアウトに入りました、うん、もうこれファイナルかっていうような熱さがあります ね選手にも。そうなんですよ、そうだセミファイナルだから。さあそして場内はDJ ユー松崎の音楽に合わせてみんながクラップしています。このね臨場感を味わいにぜひ現地に来てほしいですよ ね。 そうですね。今年は初めての会場としてエスコンフィールドをはじめ全国33カ所で行われるということでですね、ぜひ皆さんいろんな場所に来ていただきたいと思いますよ。あ全20会場でした、失礼しました。おーよく取ったパスを。うわこれはブラがよく守った。ファール、うん、アルファーズ4つ目です。いや今のブラ選手本当によく守りましたね。そうですね、当たり負けしない。ファールがありました。早い伊藤選手、早いですね。さあアルファーズのファールは5個になりました。一方品川はファールをせずになんとか耐えているという状況です。さあここは伊藤がまたボールを追いかけて、ではうわうまい、ちょっと流れが品川に来てますね。うまい、これは得意ムーブ。さあではから伊藤へ、中野ではダブルチームを見とくも、あーそうですね厳しい。さあ田中2打っていきます。これは落ちる。さあ伊藤が走って取っています。いやお互いきつい時間帯ですよ。はい、その中この強度が出せる両チーム、わそして決めてくる、すごいですね。すごい。わさあここで伊藤がいるんですよね、うん、振り返ったらもういるっていう、うん、さあそして流れが来ているか品川、一気に4点差まで詰め寄りました、うん、さあ田中に伊藤がついている。詰めてますね。これはアルファーズボールじゃない、いや今のは品川ボールじゃない、これはもう座り込んでしまいました。ブラ選手、落合選手の足に当たって出たように見えましたね。そのように見えたんですけれども、ジャッジはアルファーズボールということで、ここは切り替えてね流れを離さないようにしていきたいところですね。品川、そしてデビン選手が入ってきました。このタイミングでちょっと停滞した得点を動かしたいですね。さあ田中の2、これも落ちて、しかし変わらず、さあではから中のブラ、いや格闘技何が起きているのかという。さあそしてデビン・ギリガン選手、会場で生で音を聞いてほしかったですね。うわここはアウトバウンズ、デビン・ギリガンを止める品川、はい、今止めていた成瀬慎二選手188センチ85キロ、いやよくあのパワーを止める、下手したら怪我するみたいなね。いや本当です。さあこの2ポイント欲しかったですね。まあ今のでもあんまりイージーに行かずに突きたかったな。ちょっと品川は焦ってきてるでしょうか。そうですね、若干ちょっとまだ焦るタイミングではないんですけど、うわーしかししっかり守った、うん、12秒守りきりました。いやお互い我慢の時間帯。さあそしてもうベンチから成瀬慎二もめちゃくちゃ声を出してチームを鼓舞しています。落合選手、あ3秒あすごい、いや今のディフェンスでした、行きたかった自分で、はい、しか
かし出すしかないというふうなディフェンスをしたアルファーズがあっぱれでしたね。いやでも逃げてしまいましたね。気持ちで負けたな。気持ちで負けてしまった。強い落合選手はああいうところですよね、うん、やはり勝ち方を知ってます。とうとうスコアが動いた。久しぶりの得点ですね、アルファーズ。はい、さあでは早い軽々と。こちら選手もファール分かってますね。今5個なのであと1個してしまうともうあの使えなくなるんですよ、ファールが。おっと今のところは7個目のファールですね。7個目、相手チームにフリースロー2つということになってしまいます。さあこれでちょっと展開としても厳しくなってきました、品川。さあフリースローは91番落合智也、2スロー。1本目は外れました。珍しいですね。はい、彼もフリースローは非常に確率の高い選手。それだけ激しい試合なんですね。消耗が見られます。2本目も外れます。今日はちょっと割といつも決まってる選手がフリースロー外れてますね。さあそしてデワ、これです、エンドワン。いや、理解し方がでかい。はい、190センチなんですけれども体重は80キロというちょっとね線は細く見えるんですけれども、それでもゴールした。ワンショットですよね。ワンショットかと思うんですけど、でなければ今のは落合選手がボールをアウトバウンスしてしまったことになる。今ちょっと審判がコミュニケーションを取って確認を行っていますけれども、はい、仕切り直しですか。仕切り直し、はい、トップチェックからアルファーズボール、はい、使われましたね。アルファーズ、さあ伊藤もかなりベタベタのディフェンスに行っていますけれども、そのディフェンスをかいくぐる、はい、素晴らしいハンドリングです。わー、ディフェンスいい。おっと、よくリバウンドも抑えましたし、持ち合いから田中春明、ここはデワのブロック。田中選手もしっかりねリズム崩して、うん、ずらして行ったんですけど、ベテランですね、デワ選手。はい、なんかひょうひょうとね、はい、もうああいうことをやってのけますよね、うん、さあ残り40秒。いや、3点差はまだでかい。ここでファールが取れたら非常に、おっと、かなり痛い、致命的かもしれない。残り 33.5 秒、今の1本を決めてさあ次というところでしたけれども、ここでパスのミスが出てしまいました。成瀬選手も悔しそうな表情。さあここでタイムアウトが取られまして、このあと残りの30秒に向けて来ているお客さんは手拍子でね選手を煽っています。ここもアルファーズとしては12秒フルフル使えば、残りその品川がまあ1回オフェンスしたとしてすぐにといってもまあ10秒かかるとしたら、もうその後残りの12秒フルフルで使ってしまえば終わるんですよね。なると品川が2ポイント入れたとしても、まあアルファーズはもう勝ち切れると。かつ品川もファールはできないので、ファールで止めることもできないんですよ。だからかなり絶望的と言ってもおかしくないシチュエーションですね。いやっとここでダメ押しのような2ポイントを田中が決めていきました、うん、はい、もうしながら伊藤のこの2、はい、これはゴール下1点になる。残り7秒、はい、アルファーズ時間使い切り
ますね。さあ田中がまた落ち着いて2ポイント打っていきます。リバウンド落ち合い、ここで試合終了ということになりました。さあ昨シーズンのプレーオフ決勝カードでしたけれども、アルファーズエグゼ対品川 CC ワイルドキャッツエグゼ、ここは17対13でアルファーズエグゼが決勝進出となりました。